久保さん。目先の、目、目、目先の利益を追い続けて4年。あの、目先の利益って僕からすると当たり前なんですよね <laughs>。当たり前 <laughs>。まあ当たり前っていうのは僕の中では借金返さないといけないんで、目先利益出さないと生きていけないので、まあ借金ない人でも目先の利益ないとね、無理だと思うんで、目先の利益はね、なんか当たり前だと思うんですよね。要は目先の利益をうん取りながら、 未来もどうするのかって話ですね。うん。なんかこのね、なんか目先の利益っていうはあの言葉を聞くと、みんななんか悪いこと、なんか,なんかい、悪い、それは良くないことなんじゃないかなとか思う人多いと思うんですけど、当たり前ですね。生活するのは金必要なんで、<laughs> 当たり前じゃないですか。か僕の中では目先の利益は当たり前。だって今も僕、商品売ってますからね。目先の、目先の数百円も取りに行ってますからね。 今390円で商品売ってんですけど、目先の390円も取りに行ってますよ。常に。常にもう来月も商品売りますけど、再来月も売りますけど、もう目先の売り上げは確実に上げていきますよ。<laughs> な、当たり前ですよ。だって4年前月き商品売ってんだから <laughs>。だから、まあ、今後どうするかですよね。うん。だからそ,それはもう当たり前のことで、だ会社に行くみたいな。だって目先の会社に行くじゃないですか。でどうすか なんであの会社行くんですかみたいな。給料もらうためですよねのあの。目先の給料もらうためじゃないですか。もうだから目先のお金って当たり前だと思うんですけどね。うん。その上で、そのベースの上で、5年後、10年後、じゃあどういうライフスタイルでどういう風にしたいのか、じゃあそこに対して、こ,これだと、これだけだときついよねと。じゃあどう考えて何をしていくのかっていうことですよね。 それがめちゃめちゃ重要かなと思うんですよね。みんなその目先を一心不乱に生きてない。目先の利益をしっかりと追ってない。稼ぎに行ってない。結果を出しに行ってない。なんか、なんかね、やっぱ続けてることに俺頑張ってるぜ、みたいな。なんか一日一本動画をアップロードしたぜ。やったぜ、みたいなね。いやいや、結果出さないと何の話にもなんないよっていう。結果が全てですから。ビジネスやるんだったらね。ぶっちゃけ家庭なんかどうでもよくて、ビジネスは結果なんですよ。 うん、これはもう叩き込まれたんで、僕は。でも本当はその通りだなと思うんですよ。だから昔会社でね、あの、100円だったら請求書が来たわけですよね。請求書が来て、振り込みするときに、業者にですよ。業者に振り込みするときに、多分ね、なんか、端数間違えたんですよ。100円とか。で、まあ、業者から連絡かかってきて、すみません、あの、振り込みされてないんですけど、いや、しましたよ、みたいな。あ、すいませんあの、あの、足りてないです、みたいな。マジっすかみたいな。見たら、端数足り、なんかちょっと間違ってたんですよね。あ、すみません、振り込みます。 まあこれが何が言いたいかっていうと、たった数百円でも取引できないってことです。わかります <laughs> だからね、お金はね、ほんとね、シビアですから、本当に。うーん。だからまあ、あ目先の利益大事ですよ。うん。目先の利益も取れない人が、どうやって将来の利益も取るんだって話で、目先の利益取れなかったら無理ですよ。 だって目先の給料ももらえない人間がどうやってその働くんですかもう会社に必要とされてないってことですよね。出社できないってことは。お前いらないよって話なんで。うん。で、あとはその目先の利益、生活がありますから、目先の利益も担保しつつ、だから給料稼ぎながら、なんか新しいことやればいいじゃないですか。将来のこと、不安があるんだったら。だから今の会社で不安がない。 今の給料で満足してるんだったら別によくないですか何の問題もないですよ。何の問題もない。うちの会社は終身雇用であのあの、退職金も3000万ぐらい出るし、2000万問題も余裕でクリアしてるし、別にあの首切られることもないし、売上も何兆円も上がってるし、給料も今、まあ100ぐらいもらってるし、とかね、全然なんか余裕じゃないですか、別に。<laughs> ネットビジネスやる必要ないですよ。うん。だから、 あのネットビジネスやる人はその今何か将来に不安を抱えてるもしくは何か稼ぎたいと思ってるんであるならば今の給料を稼ぎながら何かやるしかないんですよだってその目先の利益も必要じゃないですかでそれでできないんだったら会社辞めちまえって話です時間を理由にするとかねなんか会社辞めてバイトに切り替えればいいじゃないですかって話で時間がないとか何か,か言うんですよ どうしたいのかなみたいな <laughs>。どうしたいみたいな。うん。会社を理由につけるっていうね。じゃあ会社でずっと働けばいいじゃないですかと。文句言わず働くしかないよねと。うん、ど、どっちみたいな。<laughs> どっちなのみたいな。そう。そんな感じですね。いってらっしゃい。